桃屋のアート。木下放火っておるやん。なんか性的強要で窮地に陥っとうみたいやね。性加害告発を文春砲炸裂で暴露され、映画界追放になるかもってよ。っていうか芸能界追放のレベルやろこれ。記事見たけど、やり口がクソ腹立つっちゃけど、若手女優理不尽な状況に追い込まれ怖かったやろうね、悔しかったやろうね。木下放火、若手を食いまくっていたような感じやから、ざまあ見ろとしか言いようがないです。こんなろくでもない人間は地に落ちるべき。この文春砲により被害に遭った女性は少しでも気が晴れたはずよ。相当な数の犠牲者がおったっちゃないとかねえな。ええ、木下と何度も仕事をした制作スタッフの発言やけど、打ち上げで羽目を外さない若手俳優を煽ったり、前の出演作品の共演者の話をしたらやったのか、やっていない女の話はつまらないからするなと下品に一蹴していました。とにかく奔放な振る舞いが目に余り、業界の悪しき慣習を引きずるヤバい人間とは思っていました。性的強要の疑惑を聞いても驚きません。昨日今日の話ではないでしょう。て人間的にとことんクズだったのでしょう。いろいろ調べたら、木下放火って木下人って噂が昔からあるみたいやね。完璧な情報かどうかわからんけど、調べ上げた方がブログで書いてました。本名は李放火かもしれんらしい。寺島進さんが龍が如くイベントでステージに登っている何人かは朝鮮人と発言し問題になったことがありました。そのメンバーの中の一人に木下放火もいますね。前からなんか不気味で怪しいやつやなと思いよったっちゃけどさ、僕はなんとなくなんか人間に対しどうしても好きになれんオーラとか雰囲気をよく感じとるんやけど、大概そういう人たち問題起こすもんね。前に逮捕された新井さんとかさ、同様の感覚覚えとったけんね。まあね、この人は在日の人やったけどさ、韓国籍の、あと東で、彼もとにかく嫌やった。案の定問題児やったし、他にもなんかね、嫌な感じを受けるのはおるっちゃけど、イケメン俳優 SK とか、ミュージシャン兼俳優の KR とかですかね。まあ、話を戻して、木下放火、現在絶賛逃亡中みたいやけど、もう次の仕事探しよった方がいいんやないと。多目的トイレ事件の渡部さんところの話のレベルじゃないし、芸能界存続したいやろけど、もう無理やろ。最近は文春砲に続き、暴露系 YouTuber が、猛威を振るっとるから、芸能界で悪いことしてしまったら終わってしまうと覚悟を持って生活していかないかんね。芸能人は芸能界は一見きらびやかに見えるけど、裏側のどす黒さが半端ないやろね。そんな世界嫌やな。木下放火、ウィキが早速荒らされとるね。嫌われ者の仲間入りたい。一番手っ取り早いのは AV 男優の道やないとね。あなたは演技もできるから。ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録よろしくお願いします。